フェロザージズは TikTok などで動画をアップロードしているアフガニスタン系アメリカ人女性。Twitter における自身のプロフィール欄では人権活動家を名乗っている。2019年11月、メイク指導を装いながら中国による新疆ウイグル自治区のイスラーム教と弾圧を告発する動画を中国の動画アプリ TikTok にアップロードして150万回以上再生された。 しかし、TikTok により、動画が削除されて、アカウントも凍結された。これを受けて11月25日、フェローザは、自身のツイッターで、ネーミンな、中国が、自国の強制収容所で、イスラーム教徒に対してやっていることについて話した。私の TikTok の動画が最近バズったんだ。TikTok は、私が事実を周知しようとしたためアカウントを停止した。ここで共有してください。 と投稿した。TikTok は、あくまでもテロ対策方針に違反する動画が、問題であって、中国を非難する動画を問題として凍結したのでは、ないと繰り返し主張しつつも、アカウント凍結はミスであったとして、フェローザに謝罪した上でアカウントを復活させた。ありがとうございます。